サンキュー。皆様、ゴミの分別にご協力いただきありがとうございます。プラスチックゴミの分別が進化して早1年、容器包装プラスチックだけを回収していた令和4年度の回収量は881トン、新たに製品プラスチックを資源物として回収するようにした令和5年度の回収量は1359トンと前年の比 1.5 倍アップしました。石油由来であるプラスチックをクリーンセンターで焼却すると二酸化炭素が発生しますが、この分別変更により資源化するプラスチックが増えたことにより、1年間でなんと562世帯が排出する二酸化炭素の量を削減することができました。しかし可燃ごみの中にはまだ資源にできるプラスチックがたくさん入っています。そこでもっとプラスチック資源を分別していただけるように、プラスチック資源と可燃ごみの指定ごみ袋のデザインが変わっちゃってる。松本らしく、ずく出して分けよう。プラスチック資源ずく出して減らそう。燃やすしかないゴミというキャッチフレーズに加え、市民の皆さんが一丸となって分別をさらに進めていただけるような指定ゴミ袋のデザインに進化しています。店舗の在庫が終わり次第順次切り替わりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。